鈴田京介アリバイを探せデスク雨は降ってるしねと電話の向こうの声が情けなさそうに言った秋には雨が多いもんだ犬行き者はわざとつっけんどんに言った だって犬さんもう夜も遅いんです電話の主は遊劇記者の疲労家であるああ日本の国では10時ごろになると遅いというんだが記者には遅いなんて時間はないよこう言って乾は受話器を遠ざけて薬と笑ったその疲労家の電話の調子から 事件は発展していないんだと乾は思ってちょっと出先の疲労かをからかってやる気になっていたのである夜も10時過ぎになると有観視の編集長はもののけでも出そうに寂しい嵐の去ったあとみたいに机の上にも床の上にも紙くずがいっぱいに散らかっている乾は田辺・市町両代議士が赤坂の松葉に入ったというので 助手の一人を張り込ませていたのである「こいつはスクープになるかもしれないぜ」馬車馬のように馬力のある疲労唄を7時頃出してやると「今日は俺らが残ってやるよ」同僚にこう言って乾は机の上に両足を上げ外国の探偵小説に読みふけっていたのであった「トートタイムス」 大会の泡のような勇敢したすっぱ抜き新聞として読者に人気があったそれだけ政界の財界の労働界の常に傷持つ連中には恐れられていた島地も田辺も売春汚職で問題になっている代議士であるそれが前後して忍びやかに両亭松葉に姿を消したというのだから こいつは何かあるな。と思わない方が不思議なくらいのものである。それに一枚、広沢重道と来ると役者は揃うんだがな。乾は広沢重道法律事務所にも人を出した。二階は住居になっていて、下が事務所である。下に三枚あった。広沢はいるらしいぜ。 と出したた。記者から報告があったお前さんは広沢の顔を見たのかい乾は聞いた。見なくったって奴の格好でわかるさ。一二と曇りガラスに姿が映って、奴の癖のあるあの咳払いが聞こえたよ。へえ、不思議だな。また張り込めよ。電話を切ったが、 乾は信じなかった乾は松葉に広沢がいると思っていたからである広沢は全清連の顧問弁護士吉原の中の蕎麦屋のせがれである今度の事件の鍵も奴が相当握っていると消息筋から思われている男であるそれに松葉は広沢の前の女が女将になっている そんな噂もは聞いていてた。そこに、島地と田辺の会合である。二人はまだいるんだな乾は受話器を首と肩の間に器用に挟んで、右手でウイスキーの瓶を引き寄せた。ああ<う>。なら飯を食いに行けよ。三つ子もいるんだろう。ああ。三つ女子は今門前で張ってる。 おあれどうしたんだい電話は向こうから切れた死んだ女女は何か叫んだらしかったがそれは疲労か遊劇にも密キャメラにも聞き取れなかったが二人は新聞記者の勘で駆け出していた 両松葉から出てきた女は歩道でよろよろとよろめくとばったり前のめりに転んでしまった後ろから松葉の女中らしいのが23人慌てて駆け出してきた中には下駄も履いていない者がいたよほど慌てたものらしいどうしたんです廣岡は走り寄ってしゃがみ込んだ何でもないんです 女中の一人が早口に言って倒れた女を抱き起こそうとしたが女はもう正体もなくぐったりしていた「手を貸してよ!」大柄な年寄った女中頭が上ずった声で言って倒れた女の腕を抱え上げたがそれは和服の袖も重そうにぐったりとしていた小ア後はのぞき込んでいた他の女たちもやっと手を貸した 死んでる三つキャメラが言った。な、何でもないんです。豊島の女中頭はこう言って女をまた抱き上げて。早くったらと他の女を叱った。死んじゃった女をどうするんだい広岡も言った。死んでなんかいるもんですか 女中は険しい目で二人をにらみつけたへえ<ー>三つキャメラは女の腕を取った何をするんです女中がその手を払いのけたもう脈もなくなったる三つキャメラはその腕を握ったままいったお話ったらドヤドヤと二三人の男たちが勝手の方から飛んできた その力を得て女中頭はまた叫んだ何をするってのお話ったらいや労岡が割って入った何をするんだおい料理番らしい男が労岡の胸を押した帽子もなく雨にしとどにぬれた土偶から引き出してきたようなレインコートのコート子男 それにキャメラをぶら下げたベレーのバストの大きなウエストの細い腰の線が嫌に挑発的なスラックスの女おしろいもなしベニもなしおまぁさんこそこの女をどうするんだい疲労かもやり返したうちの女をうちの者が何したって動かしてはいけねえっ 言いがる一歩出だ料理人には無効ミスのやつが多い変なことを言うとためにならねえぜ松葉の客は政治家でも大臣級が多い虎のいを狩るというやつである変なことをするとためにならねえぜ ヒローカもレインコートのポケットに両手を突っ込んで言い返した。こいつは変死人だぜ。動かしてみろ。お前さんたちは何さ女将らしいのが後ろから声をかけた。俺らは新聞記者だよ。殺人事件。え ぎょっとしたように女将は言ったがまあそうですかではどうぞ雨にぬれますわお入りになって態度が変わおれらはぬれるのが好きだね広岡はシャクに触っていたのであるまあそう言わずに。 それに、お嬢さんも。この女も濡れるのが好きなのさ。若いからね。広岡はとんでもない時でもこんな馬鹿を言う。いや、とんでもない時だからこそこんな言葉が飛び出す。広岡記者の興奮した時の、実はこれは癖なのだ。まあ、ご冗談を。と、お上は言って、 お二人をご案内して。と、女中の一人に言った。いりませんよ。広岡はつっけんどんに行った。近所の人らしいのが二三人が集まってきた。死んでいるんだから、警察に電話するんだね。それから君、触っちゃいけないよ。さすが社会部の記者だけに離れている。 実は疲労か、さっきのような短架を切っていなかったら新聞記者の本能で懐の中に手を入れても女の身元を調べたかったのである女はハンドバッグも持っていなかった身なりは相当いいそしてそれらしく見えるが心当たりの芸者衆とは違うよく言って三流どころの 悪くするとバス上の料理屋の女中か高級パン助そこら辺りと広岡はにらんだ「へええ、毎度ありがとう」「何かの空のどんぶりを3つ4つ入れたのを肩にして自転車で今横の木戸から出てきた蕎麦屋の出前持ちらしい男妙な格好である」「耳付き帽子を目深かにかぶって」 人々から顔を背けてスイッと流れるように向こうへそれた白い上っ張りを着てサンダルを引っ掛けている広岡はちらっと目の隅で見た「ご苦労さん」と女将はそれへ声をかける広岡はしゃがんで女のたまどを探したがハンカチ一枚入っていなかったどんな女なんです ヒローはオカミに聞いた。家の人じゃないんですね。うえ<う>。客ですかいいえ。オカミの声は小さかった。客でもなし、家のものでもなし。変だな。ヒローは人々の顔を見回した。返事をするものはなかった。 つキャメラが思いついたようにパッパッと続けさまにフラッシュをたいた何かかけてやりたまえ広岡が言ったバラバラと女中はそれをしように門の中に入った誰かが急放したものであろうパトロールカーらしいサイレンの音がしてきたとんでもないことになりやがった。 廣岡はつまらなさそうにつぶやいたちょっと尺に触ってはったりをかけてみたものの別に殺人事件でもなさそうだただ目の前の女が死んだっていうケースが珍しいだけだ新聞記者をしていれば自殺事件なんてものは毎回のようにぶっつかり続けているあこの女はその時 疲労ーの耳のそばで声がした。乾記者なんだ、イヌさんじゃないか。ヒローが声を上げた。どうして来たのさ。どうしてって。お前さんは電話を、あ、あれってそれっきり切ってしまったじゃないか。いくら待ってもそれっきりさ。 公衆電話じゃね、呼び出す手はないよ。だから来てみたんだ。なるほどね。だが、この女は。広岡は、そっぽを向いている犬医記者の視線をたどった。とうとうの、犬医さんですのね。その視線の終点に、おかみの顔があった。そうですよ。 乾は23度取材にこの女将と話したことがある一筋縄でいかない女だ前の正殿疑国でもこの女が一役買ったとうわさがあったのだぬけぬけとうなぎのようにすり抜けて若い検事なんかでは歯も立たない皆助稽であるまだ若いがこの島で育って政界の裏の裏まで知っている女である 乾も幾度か苦渋を飲まされた尻尾をつかまれそうになるとどこからか妙な手が出てそのつかんだ尻尾はプツンと切られてしまうトカゲの尻尾のように捕らえても尻尾だけでは何ともならないいつも乾なんかは小僧っ扱いだが今日はさすがに勝手が違うらしいざまあみろ イヌイは心の中で毒づいていた事件は何であろうと縁起を担ぐ料理屋の軒下で人間一人死んでいる「ははあ労家と三つっペは何か知っているな」と乾はみんなの様子からそう感づいて「あこの女は」とさも知っているようにとっさにはったりを聞かせたのであるいや それははったりばかりではない。死に顔で様子は変わっているが乾にはどこかで見た顔だとふと思われたからだったしかしそれは遠い記憶だ乾は割に記憶のいい男であるだが世の中には似た顔の女はいくらもいる乾のさっきの一言で女将の顔色の変わったのを乾は見て取った こいつは面白いことになるぞ獲物を見つけた猟犬のように乾の記者根性がメラメラと燃え上がったパトロールの警官がついて女の様子を見てすぐ無殿で本部を呼び出したおいあれからどんなことがあったんだい乾は労かと美津子を人の輪の外へ呼び出して聞いた シマチと田辺が出てきたんでさ。そうだろうと思った。犬はうなずいて。そして、広沢弁護士の奴はいないらしい。うーん。と、犬は鼻を鳴らして。女子、写真はと、三つ子の方を見る。そいつがさ、と、 ヒローは頭へ手をやって。ダメだったらしい。それから、ここからは誰も出なかったんだな。誰も出ない。変だなあと、イは首をかしげた。三ルと料理。 女の死は自殺生酸カリ中毒と発表された応接間で話していてジュースのコップの中にその粉を放り込んで飲んだらしいというのであったなるほど応接間にはその女の指紋のあるジュースのコップがまだ残っていた生酸カリを包んだ包み紙も丸めて落ちていたソファーの上のハンドバッグの中には まだ生産狩りの入った紙包みが二つあった。原因は記者たちは門内にいっぱいになっていた。どうしてこの女はやってきたんだい名前は住所は記者たちが女将を囲んで質問攻めにしたが、さすがの千軍万馬の女将も顔をこわばらせて満足な返事はできなかった。隠したってダメだぜ女将 と、誰かが言った。なんでここへ来たんだい私に会いに、です。知ってる女いいえ。何の用件で使ってほしいって。嘘つけと、誰かが吐き出すように言った。名前は何てんだい したたかな奴がまた聞く。知りません。だが、そんなことで引き下がっていたんじゃ新聞記者はおまんまにならない。チッ悪ずれしてやがる記者たちは台所に入り込み、女中や板前を追いかけた。はい初めての人なんでございますよ。何にも知ってないんでさ。 ななかなか訓練は行き届いていてる地獄だ汚職だというと問題になる正解の裏を見知っている連中のことめったなことでは口を開くものではないいちいち口を割っていたんじゃ今時の代議士寄りついてはくれないかまるで木で作ったデクのようにただ機械的に禅を運び釈をし 見ざる聞かざる言わざるの行を骨の髄から叩き込まれている彼女たちなのだだから安心して汚職政治家は先生と呼ばれ大臣と奉られ大っぴらに日本銀行発行の印刷物をまるで子どもの面子のやり取りのようにしてもてあそんでいるのである記者連中はさすがは聞き死に勝る手な顔で引き上げていったそこへ 乾がのっそり顔を出す今日はお客さんは忙しかったんですねいいえと女中頭は乾の顔を見るたった一組のようですねさっきの騒ぎで料理の皿は引かれたままでまだ流しに転がっている乾は素早くそれは三人前のものだと見て取った この頃は、火の消えたようなんですのよ。だろうね。今日のお客さんは、二人だったね。と、乾は空とぼける。ええー。料理は何でしたうなぎ料理でした。ああ、高級だな。そしてデザートは、ああ。 柿か」と乾はポツッと言ったその女「乾さんもうこのくらいのもんだぜ」顔見知りの本町の刑事が乾のケースから1本タバコを抜き取ると言った女の死体は鑑識課が来て運んでいった だろうね事件にも何にもなりやしないただ身元がわからないだけさそうだってねこの頃の女中志願はあぶれだからねせっかく訪ねてきたが使ってもらえず思いやまったんだろうなそれにだって金は1万ちょっと持ってたぜ 一万なんて金は今時何日もないよ。こう寒空に向かったよね。だって相当なものを身につけていたじゃないか。ああ、借りてきたのかもしれないよ。お目見えだからね。指輪だって本物らしかったよ。今はよく光るチタニウムダイヤってのがあるよ。乾さん。 まだ帰らない。刑事は吸い尽くしたタバコを灰皿にねじ込むと腰を上げた。まだちょっとね。何かあるのかい腰を上げた刑事はそう言って乾を見る。今は政治部だが、元は社会部で、それも殺人事件ではならした乾であることをこの刑事は知っていた。僕はあの女の、 毒を飲んでから駆け出したってことが気に食わないんだよおや<よ>というように刑事は乾を見据えたがそんなこともあるもんだよ女にはねことに苦しかったろうからね乾は返事をしなかった刑事は家の者に送られて出て行った 犬いも白い目で見られながら靴を突っかけた。犬いさん、まあ何もないんですけど。オカミの声が犬いの靴を履く背もでした。いや、ありがとう。犬いはぶっきらぼうに立ち上がっていった。門を出ると軒あかりも消されて、もうさっきの騒ぎはどこにも残っていなかった。 雨も幸いなことに上がっていた。犬医さん。と、広岡が寄ってきた。みっちゃんは犬医は聞いた。向こうの屋台に首を突っ込んでる。そういう広岡の口から、そういう広岡の口から、ぷーんと酒の匂いがした。俺もそこいらで一杯引っかけるか。おや まだ帰らんのですか広労はびっくりしたように乾の顔を見た。とてもとても。ええー、自殺と決まったものを。自殺は自殺だがね、僕は待ってるものがあるんだよ。何です広沢茂道弁護士さ。ええー。 広ロのやの来るんですかうん。だって奴はここへは来たがらないんじゃありませんかことにこんな事件のあった後。こんな事件のあった後だからなお来たいのさ。どうして来るとわかるんです奥の離れから女将の電話のかけているのを聞いたんだ。で、また、 なぜこの事件だから来たがるんです死んだ女は、広沢の前の女だからさ。影へ。赤電話のタバコ屋の横の屋台に首を突っ込んでコップ酒をやっていると。ええー、ここですね。と、夕方から、 広沢の新橋の事務所前に張り込ませた早川記者が寒そうに首を出した。寒かったろ、と犬はねぎらって。親父、暑いのちょっとですが雨が降りましたから、ひょうになるんじゃねえかと思いましたよ。おでんは何がいいんだいはんぺん。あれ、みっちゃん、まだいたの あら、早川さん。今目についたのこんな微人のいるのを。おみそれ申しえした。早川はベレーを取って、すぐその口を厚手のコップに持っていく。てんででさ。ぐいと半分ほど開けて早川は言った。あははは。乾は笑ってタコの足をかじる。 酔いの口から一足も事務所を出ませんでしたよ。そしてさっき、いや、雨は上がったな、なんて、窓から顔を出していましたよ。それは、君にわざと聞かせるためだよ。だってあそこには。ははは。裏口はないと言うんだろう。僕も奴の家には、親友の紹介で再三行ったことがあるから知っているよ。 ええ、乾さんはあの広沢弁護士をうん。悪名高い奴だがね。僕の親友と小学校も中学校も一緒なんだよ。僕の親友の家は吉原で風呂屋で、奴の家は蕎麦屋だったんだ。古いのれんだったんだよ。ええ、そいつは知らなかった。酒。ああ、僕はもういい。 犬井さん、なんでそう落ち着かずにキョロキョロしてるんですその広沢が来るんだよ。えー、なんで犬井はさっきここで女の自殺のあったことを話した。その女でな、奴のレゴなんですね。そうだよ。僕は一度奴と一緒に歩いているところを見た。島の女でね。 女郎だったんへえー、でね女はね袖にされたんだろうなであの松葉のおっ母に様子を聞きに来て思いやまって死んだのさええー、割に順情なんですね殺人の線は出なかったんですねまあ出ないようだな でも、関係あるとなれば面白い。叩けるよ。まだ何かあるんですか吐かせてやるさ。女のことそれもある。だが、もっと大きなことだ。ええー。奴が、島地田辺の領代議士とここで会っていたとしたら、どうする お、そいつはと早川記者は首を振って僕を信用しないんですかここで島地田辺の食事をしていた時ヤツはちゃんと家にいたよ早川君コナン・ドイルの小説にホームズがそんな風にして窓から自分の姿をシルエットにして見せるのがあるよでも またやつらしい自動車が入っていった乾はふらふらっとのれんの外に出た広沢弁護士いや仕事熱心なな。んだなあ小柄だが肉太りのした精悍な顔の広沢弁護士はそう言って腰を浮かした。 乾が会いに来ていると聞いてひどく不愉快な顔をしたが目の前で会うとちょっと前の不快さなんかは髪の毛筋ほども見せなかったうんここの家の前で自殺者があったねそうだってねおかみに聞いたもんだから飛んできたんだ弁護士家業はつらいよ何か事件ともなっては んだね僕を呼び出したんだ夜昼ない商売だなこっちのことさでも無関の帝王いいじゃないかまあね乾はニヤッと笑ったそっちの人達も社の連中かいと広沢はかたちを見るうん また大勢で来たもんだね。迷惑かいいや、僕は何でもないんだが。まあ、穏やかに頼むよ。ここの家は客商売だからね。家の中から自殺者が出たなんてことで騒がれると客足が落ちるよ。落ちた方がいいさ。 相変わらず、歯に絹着せないね。無冠の帝王だからね。皮肉かいと、広沢弁護士は言って、それから大きな声で。酒と、奥へ怒鳴った。いらないよ。乾はぼそりと言った。じゃあ、飯 その方々もお腹が空いているだろう。腹はいっぱいだよ。写真班もいるね。あ,あまだ他にも来る人がいるよ。誰だい警視庁の参加の、エバトッテ刑事さ。おなんでそんな男を証人になってもらうんだよ。 何の証人だ君のアリバイさ。へえー、僕のアリバイ。何のためにだい島地田辺両代議士と会ってメモを渡したって検さ。おお。島地さんと田辺さんはどこで何をしていたんだい どこかで君と会っていたよ。へえ。島地さんは箱根だと言っていたがな。さっき自動車がここへ迎えに来たよ。それは何かの間違いだろう。これさ。乾はまだ乾ききらないキャビネ板の写真を広沢の前に押し合った。 これはと広沢はそれを乾の顔と見比べる後ろ姿でよくわからないがね白に黒の島町の自動車ナンバーははっきりと入っているよなるほどだが乾君そんなあったりは今の世では通用しないぜこれが今日のここの帰りだという証拠は何もないぜ なるほど、ないな。時に、君は夕食は乾は話をはぐらかすように言った。食べたよ。ごちそうは何だった変なことを聞く男だね。はははは。胃が悪いんで、パンとミルクだよ。果物、食ったかい 夕食問答広沢弁護士は妙な顔をした食べないよそんなことを聞きに夜中ご自らいしたのかいいや女の自殺した女の身元を聞きたいためだよそれはさっき警視庁から発表があったそうじゃないかうんあった が当局の発表だけを記事にしていたんじゃ新聞にならないんだねなるほどそれから君は夕食後何も食わなかったかい妙にまた僕の食べたものにこだわるんだね広沢はまぶしそうに犬を見るうん死んだ女と一緒に食事をしていなかったかと思ってね 今、女を解剖しているんだ。なんで僕がその女と食事をするんだい君と知り合いではないかと思ったね。まさか。そうか。じゃあ、君の食事はどこで取ったんだい事務所でだよ。電話をかけてもいいかいああ、いいね。 二階には留守番がいるよ。寝たかもしれないがね。乾は立ってダイヤルを回した。広沢弁護士の事務所だね。妙なことを聞きますがね。先生は今晩そっちで夕食しましたね。何を食べましたええ。何言われないって僕が出てやるよ。 と広沢は受話器を取った誘導尋問はごめんだぜ乾は釘を刺した広沢はニヤッと笑ったきりだった堀田君かいああ僕だ僕がね夕食に何を食べたか知りたいそうだ今変わるからね詳細に話してくれ広沢は乾に受話器を戻した 今、先生の言った通りですがね。先生の夕食はうートーストにミルク2杯。へえ。ありがとう。どうだい疑念が晴れたかいまさによく訓練が届いている。松葉の女中諸君以上だ。ははははは。 広沢は笑い飛ばした。乾の旗色の悪いのは廣岡たちにも分かった疑惑が解けたらお引き取り願うかフッフッそれとも昔の僕の中学友達の親友としてプライベートに一杯付き合うのもまたよろしだがね貸しても当選の水は飲まずさあ いつの時代かの当人がそんなことを言ったっけね。僕はね、あの女の死んだ10時30分の君の居場所が知りたいんだ。事務所にいたよ。君の影が映っていた。そうだろう。声もしていたそうだ。そうだろう。 どっかの国の探偵小説に、そんなトリックがあったよ。はっはっは。小説の話なんか、予想じゃないか。あの女の死んだ時、直前だね。二人の男がここを出て行った。それが僕かい島地と田辺さ。で、ね、僕と何の関係があるんだ その時君も、ここにいたのさ。証拠。でも、あれから誰も出ていきませんでしたわ。ちょっと前に入ってきたオカが口を入れた。そうですってね。と、イヌイは自分が聞いてトンチンんな返事をする。なあら、 僕はどうしてここから出て、その時刻に新橋の事務所にいられたんだい新橋の事務所は、替え玉さ。はははは。だって、君も今言った。誰もここから出なかったって。客らしいものは出なかった。たった一人、男で出て行った奴がいるよ。誰だい 蕎麦屋の出前持ちさ。そのくらいは出入りするだろう。だがそいつは変だったよ。なんで変だった人死にがあってね。それでなくてもわざわざ表に出て近所の人は覗いていたよ。それが蕎麦屋の出前持ちさ。世の中で好奇心の強い方では一番の人種さね。それが、 振り向きもせず通って行ったよ。急いでいたんだろう。君がシャツ一枚になり、板前さんの白い上っ張りを着て自動車で出て行ったのさ。僕は中学時代の君が、いや、高等学校時代もさ、自転車で家のどんぶり物を持って走り回っていた姿を想像できるよ。はっ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 は。 僕の家の商売の蕎麦屋と僕の変装の出前持ち。なるほど、辻褄は合うね。状況証拠だな。と、弁護士は空をそぶいた。着てきた洋服は風呂場で燃やしたろうしね。女の身元を称するものは全部剥ぎ取ったろうしね。コップには女の指紋はつけておく。 ハンドバッグにスペアの薬の包みは入れておく。黙らないかおい、犬、黙って聞いていれば何を言いやがるんだ物語としては聞くよ。何の証拠があって君はそんなことを言うんだ帰りたまえ。出ないと人権侵害で。笑わせるない立ち上がって犬が叫んだ。 親友の幼友達だと思えばこそ自主でもさせようとおとなしく言ってるんだバカ野郎てめえの悪知恵もいい加減にしよう人殺しの毒娘なんだって証拠があったら出してみろ出さなくってさ。犬はテーブルを回っていた。な、何をするんだ犬の左手が、 のにおおっ暴力はよせしゃらくさいてめえみたいに言ってわからねえやつはん広沢も若い時は柔道の段を取っていた乾の腕を取るなり大外刈りだがそれが決まるより先乾の右手の子牛がまともに広沢の猪のを突き上げていた うう広沢は折りたたみナイフのように体を二つ折りにして飲めったが、と、同時にその胃の中のものを全部絨毯の上に凍としてしまった。これが夕食に食ったパンとミルクかいさっき島地たちと食らった、ここの料理のうなぎと柿じゃねえかエバトさん、参考のために見ておいてくださいよ。 乾は今来たエヴァト刑事に言いそれから密キャメラに言った証拠写真を撮っといてくれ。